早速次に行きましょうかね。今もさあ、くまモンね、ちょっと今回はクイズということでしっかり頑張っていきたいと思いますので、皆さんも一緒にお願いいたします。それではお願いいたします。皆さんすいませんの音響はすいません、手間取りました、ごめんなさい。ありがとうございました。今日ですね、ここに皆さん来ていただいたのは真ん中の方にね、防災クイズのですね2問ほどしていただこうと思うんですけど、くまモンも一緒に防災クイズをやってくれるのかな、はい、ね、僕もバッチリです。やってくれるので、くまモンも一緒にですね防災クイズをやっていきたいと思います。マジキックもね、バッチリかな。はい、はい、クイズ取りっていいかな。クイズなんでしょうかね、皆さんドキドキですね。あ、はい、すいません、くまモンがですねクイズ大好き、クイズ持ってます。はい、はい、じゃあまず第1問目です。ちょっと見える方見えない方いらっしゃるかと思うんですけど、大雨やですね防災に関するクイズです。大雨や地震で避難する時の服装についてなんですけど、はい、避難するときは長靴がいいでしょうか、運動靴がいいでしょうか。避難するときは靴か長靴、長靴が1番でね、運動靴が2番ね。はい、皆さん後で挙手してもらいますので、ちょっとお考えください。あ、クマモン分かった、うん、皆さん聞いてみたいの、うん、何何あっちで見たの、うん、あ、さっきですね、外の方でね、クマモンお友達が体験してるの見たんだもんね。そうね、避難するときはそうそう、僕に任せてとね。はい、さあクマモン、それは期待ですね。あ、マジキ君も決まった？OK？ うん、悩むね、1番か2番、皆さん決まりましたか？あ、大丈夫ですかね、うん、僕に任せてってね。大丈夫ですかね。はい、クマモンちなみに1番ですかね、2番ですかね。クマモンの答えはごめん、お姉さんも今わからなかった。1番ね、はい、クマモンが出したのは1番です。皆さん見えますか、1番ですよ、一応1番ですよ。はい、クマモンちなみに2番だったらどうなると、あ、2番こうです。2番こうね、なんか一緒に見えるかって1と2で違うとね、分かりました。じゃあクマモンの答えは1番です。はい、はい、じゃあ皆さんの答えを聞いてみたいと思います。あ、マジャッキー君も聞いてみたいかな。マジャッキー君は、マジャッキー君は2番、はマジャッキー君どうですか、間違いなく2番、2番ですね、マジャッキー君は2番で、クマモンは1番、マジャッキー君2番ですよ。皆さんの答えをお聞きします。はい、1番の長靴だと思う方いらっしゃいますか、手を挙げてください、お願いします。ご協力よろしくお願いします。長靴だと思う方はお手手挙げてください。ないですか、クイズにですね正解した方、後で景品をお渡ししようと思ってますので、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、上の方もぜひ参加してください。よろしいですかね。はい、はい、じゃあ2番の運動靴だと思う方いらっしゃいますか。はい、運動靴だと思う方、ありがとうございます。1番手が上がらないと思ったら皆さん2番だったんですね。はい、ありがとうございます。僕がね、僕見たもんね、絶対当たってるんでね。はい、それではですね、時間も押してきますんで、はい、早速正解の方を発表させていただきますね。正解はですね、お2番になります。2番のですね、運動靴になります。ピソーンって悔しくて、あそこで見たのはね、また別のね避難の方法だったかもしれんけど、悔しくね、ちょっと説明も聞こうか。そうですね、ね、補足しますと、やっぱり雨の時は長靴だっていうイメージがですね皆さん現れるかと思うんですけど、長靴のですね中に水が入ってしまうと、長靴がですねすごく重くなってですね、避難する時にすごい体力を使ってしまうので、日頃ですね、履き慣れた運動靴を皆さん履いて、例えば道路が冠水しているところを歩いたりとかですね、そういう時はぜひ運動靴の方お願いします。運動靴だね、マジャッキックもクマも履いて避難バスないよ。 OK。 しっかりね、ちょっと学
ね、熊本。運動靴ね、しっかり履いて、はい、したいと思います。じゃあね、ちょっと熊本は1問間違えちゃったですけどね、ちょっと次のリベンジに2問目行きたいなと思います。はい、すみません、もう1問ですね、クイズ用意してますので、皆さんご一緒にお願いします。はい、あ、また持ってますか。熊本問題持ってね、ちょっと皆さんに見せてもらいたいなと思います。はい、はい、ではですね、クイズです。災害の危険が迫ったときは、荒尾市の方からですね、避難を促す情報をですね、出してるんですけど、次のうち災害の恐れが高い、より高いときにですね、発令されるのはどちらでしょうか。はい、1番がですね、避難指示、1番避難指示ですね。で、2番が高齢者等避難になります。これちょっとさっきのとはまた色が違って難しくなってるんですけど、皆さんお考えください。さあ、どっちでしょう。避難指示か、2番は高齢者なんですね。はい、決まったかな、皆さん決まりましたか。あ、うーんってね、皆さん反応していただいたけど、くまモン決まった、どっちか分かった。うん、あ、僕に任せとけって。まあ、じゃあくまモンのこと聞いてみようかな。はい、くまモンはどっちですか。うん、1番。あ、1番、くまモン1番です。くまモンは1番ですね、避難指示ですね。はい、じゃあマジャッキー君聞いてみようかな。マジャッキー君どっち。あ、皆さん分かりますか、どっちか。2番、2番でいいかな。じゃあ2番ね。はい、はい、くまモンが1番で、はい、マジャッキーが2番です。2番ですね、さっきと全く一緒ですね。はい、じゃあ正解発表しますね。はい、皆さんのお答えお聞きしますね、ごめんなさい。はい、はい、1番の避難指示だと思う方、挙手お願いします。はい、1番避難指示だと思う方、ね、あ、お手伝わってますね。もっともっと、もっともっとってね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2番の高齢者等避難だと思う方、いらっしゃいますか。はい、2番だと思う方、ちょっとお手伝わってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。では正解をですね、発表させていただきます。どっちでしょう。正解は1番の避難指示になります。1番避難指示です。やったやった、やっと正解したね、熊本。やったねえ、嬉しかね。まだ早い早い、もう景品頂戴したぞ。早い早い、ちょっとマジャッキー君はね、ちょっと違ったけどね、2人ともね、1問正解でね、景品がもらえるかもしれんね。で、よかったよかった。ちょっと補足しますね、はい、先ほど言った2番のですね、高齢者等避難はですね、避難に時間のかかる方や高齢者の方が避難を始めてくださいという避難情報になります。はい、で、避難の情報の順番としてですね、はい、一般的に、高齢者等避難から避難指示で、一番最後が緊急安全確保段階になっていきますので、これですね、テレビでもよく使われております。警戒レベルと合わせて避難指示、高齢者等避難、緊急安全確保、よく使われておりますので、皆さんテレビでですね、よく聞かれると思うので、気にかけてみてください。はい、わ、はい、かりました。じゃあ熊本もね、ちょっと気にかけてね、しっかりテレビも見てかなんね。うん、何、あ、皆さん何問正解だったか聞いてみたいの。わかりました。じゃあ聞いていこうか。じゃあ1問正解だった方、お手手挙げて教えてください。お、お手手上がりましたね。お、もしかして2問正解の人もいるのかな。じゃあ聞いてみようか。はい、じゃあ2問正解だった方、はーい、2、お、お手手が上がった、すごかすごか、熊本よりね、皆さん正解してますね、すごかね、皆さんありがとうございます。でマジャッキー君と熊本はね、一緒だったもんね。よかったよかった、ありがとうございます。